おはようございます。今日はラオスの海外移住生活ということで動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、ちょっと寝れてなくて、というのもあるあるなんですけど、まあ、フリーランスとか自宅で在宅でやってると夜中ね、仕事をしたくなってずっとやっちゃって、朝までなって朝とか昼に寝るっていうことが起きるんですね。たまにそうなるともう昼夜一回逆転しちゃうんですよ。でも夜寝て朝起きるっていうのがやっぱ基本ベースにしたいと思う時がふとあるんですね。そんな時に一回リセットするために、もうぐっ通しで夜まで起きといて夜寝るみたいな日を作らないと、朝まで起きててまた夕方ぐらいまで寝て、でそっからまた夜寝るって結構難しいんで、今日はリセット日ですね。で朝起きた時にやるルーティーンとして、今回はまず朝起きて腹減ってたら飯を作って食う。で風呂入って庭出てぼーっとして、でカフェ行くかな。カフェ行って仕事して、帰ってきて掃除機かけて家掃除してですね、で夕方ぐらいにもう一回カフェ行くかもしんない、夜飯食って寝るかな。まあそんな感じのルーティンですね。まあ内容はちょっと変わるかもしれないけど、まあ毎日そんな一緒ではないですけどね。結構頻繁にマッサージ行ったりもしますね。カフェ行って仕事して疲れたら、あ、マッサージ寄って帰ろうみたいな感じで、マッサージも1000円ぐらいなんで1時間。毎日行っても3万円ぐらいなんで月。全然コスパはめちゃくちゃいいですよね。疲れ知らず。まあ癒されるというか。ということでね、猫はいろんなところをうろちょろするんですよ、最近は。もう台所周りをね、こんな感じでうろうろして、至るところに登りますね。なんか探してるでしょ、あの子も。まあ、この子はゴミ箱の中の何かを探してる。まあ、最近白髪をほっといてるんですよ、こんな感じで。黒く染めた方がまあ若く見えるんですけど、白髪がまあめちゃくちゃ増えてきたんで、もうそろそろほっといてもいいかなとか思ってますね。でも黒染めした方がやっぱり若く見られて受けがいい気もするんですが、今はちょっと掘ってます。昔はね、白髪が少なかったんでなんかちょっとパッとしなかったんですけど、白髪が増えてくるとそんなに悪くないなって思うんですよね。なんか黒も若干残ってメッシュみたいになってて、自分的にはそんな悪くないんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ということでちょっと外もね撮影しておこう。おー、いいね。朝日がね、向こうに昇ってますよ。まあここが僕の家の庭です。まあ隣にも人住んでるんで僕だけの庭ではないですが、まあこの庭は使い放題ですね。外でバーベキューもし放題だし、あそこにねバスケットゴールがあるんですよ。バスケットボールもあるんで、バスケをね練習したいときは全然できる。ちょっと下が濡れてるな。朝露がね、降りてますね。この辺くっつき虫がいて、ちょっとね、服につくと嫌なんだけど、ここを越えないと向こう行けないんですよね。向こうにね、めちゃくちゃいい場所があるんですよ。一回紹介したことあるかな？草を買ってくれないとこれは大変だな。ここがバスケットゴールですね。まあ一人ではあんまやんないけど、ちょっと運動したい時とかここバスケします。サッカーボールも最近買ったんでね、一人でサッカーもできます。あとは野球のグローブとか球があればね、バットもあればここでちょっと軽く野球もできます。キャッチボールとかね、彼女としたいですよね。今は彼女はいませんが、こんな感じでめちゃくちゃいいところでしょう。でこの先にね、まあプチピクニックみたいなことができる場所があるんですよね。ここで瞑想するとかめちゃくちゃいいと思うんですよ、僕。毎朝ここ瞑想にぴったりでしょ。橋を渡ったらこんな感じの場所があるんですよ。ここも使い放題ですね。別にここでムー型やってもいいだろうし、木だからちょっと燃えたらあれなんで、池はちょっと汚いけど、まあまあ。昔は誰かここでパーティーかなんかしてたんじゃないですかね。まあいいっすよね。ここ瞑想にぴったりだわ。周りもね、静かなんですよね、朝とかは。夜はガンガン音楽流してパーティーしてる家とかがあるんで、うるさい時もあるけど、基本的には静か。めちゃくちゃいい場所ですよ。僕の家はちなみに250ドル。今だと3万7000とか、早く円高にしてくれよって感じですけどね。
円高になったら僕の家賃は安くなっていくんで、安くなってほしい。こことかね、机ちょっと汚いんで、整備して椅子とかも置けばいいですよね。ここにゴザ引いて瞑想するとかね。何も考えない時間をここで過ごすっていうのもオツですよ。ここはぜひ朝のルーティンに加えたい。ここで瞑想して朝を、まあ、整えてからカフェに仕事に向かうと、なんと贅沢な環境なんでしょうか。こういうこともね、やっぱ一人になると改めて実感できるというか、まあ彼女とかいてとか仕事に追われてるとですね、気づかないことってたくさんありますよね。いや、気づいてても触れないというか実感できないというか。でこっちにはね、マンゴーの木があるんですよ。だからマンゴーがなってたら取って食べてましたね、昔は。これとかマンゴーの木ですよ。こっちもちょっと寒いから今ないのかな、なってないですね。でなんかライムの木もあって、ライムも取り放題なんですよね。だからわざわざ買わなくても食べれる。ただこのマンゴーの木ってめちゃくちゃでかいアリがいるんですよ。あいつらがマジ厄介、怖いっすよ。噛まれたらめちゃくちゃ痛そうなアリがめちゃくちゃいる。茶色いアリ。でコケコッコーと言っていますが、あっちには鶏がいるようです。ここにはあの庭の管理してる人、家主の親戚かなんかが住んでて、この庭整備してくれてるんですよ。草買ってくれたりしてくれてますね。どうですか、この家は。まあレアでしょうね。ラオスのまあ観光地エリアとか行くと、こんな庭がついてる家はなかなかないと思う。まあ巡り合わせが良かったんだろうなと僕は思ってますが、まあ外国人向けというかはちょっとローカル向きというか、間ぐらいの家って感じですね。僕の家は完全に外国人向けの家だと、やっぱり設備が整っててセキュリティがしっかりしてるとかそういう感じなんで、僕のはまあその間ぐらい、ローカルとの間ぐらいですね。でね、僕の家の裏にはアボガドの木があったりとかして、それなってたらそれも取れるんですよ。アボガドまあまあ値段するんで、取れるときは大量に取っちまえば節約になりますね。これとかもなんかの木なんですよね、多分。なんか実がなってるもんね。畑とかはないんですよ。まあ、作ればできるかもしれないね、この辺で耕せば。でまあゴミはそこにゴミ出しの箱があるんで、そこに出して。昔はこの箱がなかったんですよ。このゴミ出しの箱がなくて、あの直に置いてたんですよね。そしたらもう野犬とかがむちゃくちゃにするんで、最近箱ができました。もっと昔は焼いてたらしいですけどね、もうここでゴミを全部。今は回収してますね、業者が。ということで飯を食いましょう。アボガドがね、これ映ってるかな、アボガドがでかいでしょ。これストックしてるんですよ、いつも。アボガドは柔らかいのを買うようにしてるんですけど、たまに硬いのしかない日っていうのがあって、だから柔らかいのが売ってる時に何個かストックしておく。このでかさだったら1個丸々食えないですよね。まあそれでも食ったりしますけど、調味料とかは一応全部もう揃ってるんですよ。ちょっと味の素がないけど今。これはラオスでよくある、なんだろうこれ、パウダー、ニンニク風味のパウダー、あと塩。もう油はもうなんか大きいの買ってこのまま使ってます。で醤油、ラオスの醤油、ラオスのソース、あと岩塩とかバーベキューソースとか、あとスパイスぐらいかな。調理器具もまあフライパンは1個で別に十分だし、鍋は何個かある。これ家で鍋するときはこういう電子鍋を使います。で、ジューサーもあって、ジューサーでたまにフルーツジュースとか作りますね。まあケトルもあって、まあ家ではあんま米炊かないですけど、炊飯器も古いのがあります。メーカーはよくわからない。で、結構これを使う。これは蒸し器みたいな感じですね。下に水を入れて火をつけたら、まあ蒸気が上の方に伝わって、ここを蓋しとけばですね、蒸し器にできると。これはよく使います。野菜とかも柔らかくするのに、人参とか使いますね。とりあえず朝は、ドラゴンフルーツ、バナナ、ちょっと黒いですね。使えるとこだけバナナ。朝はフルーツ。僕は料理はそんな得意ではないけど、まあ、簡単なものしかやりませんね。ドラゴンフルーツは皮が剥きやすいんで、もうこんな感じで手で剥けるんで、もう豪快に手で剥いちゃって、もっと綺麗に剥けるんですけどね。
まあ、豪快に抜いちゃってですね、包丁入れるだけで。で、お皿に移して、ドラゴンは完成。このね、紫は色がつくんですけど、水洗いですぐに落ちる。分業性のなんか色素だよね。で、バナナはもう使えないかな。あ、でも中はまだ使えるか。バナナは一房で2万ピースぐらい。だいたい160円くらい。黒いけど全然使えますね。バナナも乱切りで使っちゃおう。で、アボカドですね。アボカドは、これが一番柔らかいな。でけえな。開けたらですね、使えないとか結構あるんですけど、これはもう結構売れちゃってるんで、スプーンで使えるとこだけ取って、黒いとこは全部廃棄。でかいんで、使える部分が多いね。こんな食わないよ。結構贅沢に。こんぐらいの大きさだったら日本だと結構しますよね。多分300円とかすんじゃないかな。豪快に使いますよ、豪快に。アボカドは最近炒めたりもしますね。炒めるとまた違った美味しさがあって。で、アボカドも適当に切り刻んで、アボカドの臭みを消すのに、いつも僕はライムを使ってます。もうこのまま絞って、このままライムを絞っちゃって、で、柑橘系のゴミは台所流しに置いといて、虫除けとかに使ってます。まあ今日の朝ごはん。今日の朝ごはんは、ちょっとぼやけてるかな。ドラゴンフルーツとバナナとアボカドです。片付けも楽ですね、フルーツは。こんな感じで。アボカドは、ライムと醤油で、いつも食べてます。あともう一個、卵も食おう。卵は、栄養食ということで、毎日食べたい食材ですね。今日は目玉焼き。ちなみにガスはですね、こちらの缶をいつも頼んでて、25万キープかな。5キロだったか15キロだったか忘れたけど、まあ2ヶ月ぐらい持ちますね。2ヶ月以上持ってるかもしれない。あんまり使わなかったら持ちます。朝飯が出来上がりました。めちゃくちゃ健康的。うん、うまい。やっぱり一日のうちに野菜を取らないっていうのはないですね。野菜果物は絶対に食べる、毎日。いや、もう40になるとね、体気をつけないと怖いんですよ。今後、まあ、癌とか糖尿病とかもそうだし、体壊したら誰も守ってくれないじゃないですか。特に僕みたいに放浪してたら、なおさら気をつけないと。昔はね、やっぱりカップラーメン3食とか、UFO 3食とか、卵とうどんだけ3食とかやってましたけど、もう今考えられない。確実に1年くらいで病気になりそう。あとは野菜といったら、いつも食べるのは、ナスビ、玉ねぎ、人参、トマト。まあ大抵市場に行きゃ何でもあるんで、肉もあるし、豚肉、鶏肉、牛肉、羊も売ってたから、健康的に生きるのに必要なものは揃ってる。野菜とか、まあどうだろうな、ちょっと難しいですよね、計算が。全部キロ売りなんで、人参1キロいくらとか、ナスビ1キロいくらとか。でも安いはず。10万キープだから、今で言うと800円ぐらい野菜買うと、もう結構持ちますよ。2、3日とか持つんじゃないかな。米も地元のものを使えば全然安いし、僕はあんま米食わないですけど、麺とかも全部売ってあるんで安いですよね。麺も1万キープ80円で5食分とかあるんじゃないですか。そう考えたらめちゃくちゃ安くは生活できる。僕は野菜とか取ろうとしてるから、ちょっと高めになってるのかもしれない。卵はね、ちょっと高い。10個で2万5000キープ、200円ぐらいだから、日本とそんな変わんないと思う。でも卵が一番ね、手軽に栄養取れるから、やっぱ卵は必要ですよね。卵と、まあ、軽めの野菜。葉物系は安いんで、葉物系の野菜はやっぱり安いんで、それらと麺とか、ご飯とかでしのげば、食費はそんなかかんないな。まあちょっと一回計算してみましょう、今度ね。どれぐらいで生活できるのかっていうのを。僕は今家賃ここ3万7千ぐらいなんで、食費を3万ぐらいにしたら、まあ月10万以内は全然いけますよね。で、もっと安いアパートとかあるんですよ。ローカル向きのエアコンもないような家だと、100万キープ切ってくるんで、50万キープの家とかあるんですよ。4千円ですよ、月。4000円の家賃。電気ガスは、まあガスは場所によって違うんですけど、電気ガス水道かかったとしても、まあ5、6000円はいかないですよね。って考えたら、家賃光熱費で1万円あれば住めることは住める。
で、そういうローカルの家も外国人でも住めます。お金さえ払えばちゃんと住める。最安値で行こうと思えば家賃光熱費1万円でしょ。で、食費1万円でも行けると思う。多分本当に極貧に生活すればって考えたら2万円で生活できちゃって、雑費がちょっと高いんですよね。で、シャンプーとかっていうのは日本とそんな変わんないんですよ。安くても300円とかぐらいかな。100均みたいなとこ行けばあるかもしれないけど、安いのが。もしくは石鹸だけで生活したらめちゃくちゃ安くなるけど、あと服とかはめちゃくちゃ安い。なんかもうパチモンとかいろいろ混じってナイトマーケットにあるの買っとけば、そんなにおしゃれをするような国でもないので、って考えたら月の雑費なんてそんなかかんないですよね。だから5万円以内でも結構生活できちゃうのかもしれない。それもどこかでまとめます、一回ね、金額を。だからね、僕今動画編集で動画1本4万円ぐらいの案件があるんですよ。月1月1件で。それとなんか適当にやっとけば生活はできるんだなって今思えた。って考えたら楽ですよね。まあ税金とかはあるんで、そこの辺は考えないといけないんですけど、10万円稼いでたら楽勝ですね、ラオスだったら。家賃がちょっと高いかな。雑費も高いかな。飯はなんとかなる。無駄に3食食う必要なんかないですからね。朝昼晩きっちり。僕も1日2食、1食から2食なんで、そんな金かかんないですよ。もう彼女とかいると、生活費はめちゃくちゃかかりますね。じゃあ自分が1食でよくても、彼女は2食だったら3食分になるわけじゃないですか。もうそれだけで3倍になっちゃうんですよ、食費が。彼女にその何か買ってあげるとかそういうことだけじゃなくても、雑費も倍かかるでしょ。って考えたら結構きついですよ。10万だと20万ぐらい稼いでとかなっちゃいますからね。あとお金って何だろう、何に使うの。まあ、僕の場合マスター時代、酒も飲まないんで僕は特にお金使わないですね。まあ、ラオス移住はよく考えると生活費自体は安く抑えられる国だなと思います。そんな感じですかね。ちょっと残ったやつはまた夜食べよう。今シャワー浴びたんですけど、僕このノキシジルとフィリーデかな、フェナステリドの薬とミノキシジルの薬、これを飲んでるんですけど、もう抜け毛が収まってですね、髪は今安定してます。人間にも緩毛期があるらしくて、まあ、ちょっと前結構抜け毛があったんですよ。でもその抜け毛が、まあ、ちょっとクラトムとかそのお酒とかの影響があったかもしれないので、緩毛期かどうかわかんないですけど、まあ、抜け毛がひどい時期があって、これを2つちゃんと継続して服用してたら抜け毛はなくなりました。これはね、ノキシジルはタイで買いましたね。結構安かったですよ。確か100タブレットで2000円いかなかったと思う。これはミノキシジルが 5mg で、こっちはフェナステリド 1mg、 どっちも1錠ずつ飲んでます。全然効きますね。まあこんな感じでハゲてはないと思います、全然。現在8時ですね。今からちょっと出かけたいと思います。このバッグにはパソコンやらマウスやら充電器やらが入っていて、今日はちょっと一眼レフも持って撮影できるところがあれば撮影していこうかなと思います。いやー、いい天気ですよ。今日は雲一つない晴天。僕の移動手段はこのヤディアの T5 っていう車種の電動スクーターですね。ラオスは電動スクーターまだ免許いらないので、これで捕まることはありません。がしかしですね、昼間にこちらの電気を点灯してると、ヘッドライトですね、ヘッドライト点灯してると止められて、多分罰金取られます。まだ止められたことはないですが、そこだけ注意ですね。あとはまあ信号無視やらなんやらしたら罰金取られると思う。ただ走る分にはまだ免許はいらないので、止められても逃げ切れると思います。ちなみに家の近くにくっそ豪邸があるんですよ。こんな感じの豪邸なんですけど、もう夜になったらめちゃくちゃ高級車が泊まりまくってるような、どんだけ金持ってんねんみたいな家ですよねこれね。ちなみに朝一はカメラ屋に向かってます。ちょっとネックマウントが壊れたんで、売ってるかどうか確認しに行きます。ちなみに今日はバレンタインデーですね。あげる人はいません。ここです、ラオスの数少ないカメラ屋さん。ということで、ラオスにもこういったネックマウントが売ってました。マジで助かった。ネックマウント折れて、もうちょっとバイク走行中に取れなくなっちゃってたんで、で今回ネックマウントに加えてこの胸につけるやつ、これ全然ブレないやつなんですけど、まさかこれが売ってるとは思わなかったんで、めっちゃラッキーでした。またこれの性能も試してみたいと思います。今からですね、
ビエンチャンのだいぶ北の方まで行ってですね、カフェを探しに行こうと思います。いつもはだいたいドンドーグって言って大学エリアで済ますんですけど、北の方までドライブがてら行ってみましょう。結構観光地エリアから外れても意外におしゃれなカフェがあったりするんですよね。ここは大学前のドイカフェ、結構新しめのカフェで、ここも結構おしゃれですね。ちょっと今からこの胸のやつで一回撮ってみます。どんな感じか。位置がだいぶ下なんでバイクだとどうかなって感じはありますが、あ、いけそうかな。いい感じかもしれない。これで全然ブレがなくなるはず。あとは声を拾うかどうか、まあちょっとこれの動画の出来次第ですね。多分問題ないはず。手に持って運転するとやっぱ危ないんでね。今日はバレンタインデーということで、ぬいぐるみやら花が売ってますね。あと金の花束、こんな感じでずらーっと出店が並んでます。何かとこういうのが出てきますね、イベント時には。ここにはセブンイレブンがあります。ラオスは確かちょっと前に1店舗目ができて、ここ2店舗目かな、まだできて間もないですね。まあちょっとラオスのローカルな道を通りつつ、ローカルなエリアのカフェを目指しましょう。めちゃくちゃ道がデコボコというか、たまに道に穴がポコンって開いてるんで、そこに引っかかったら多分死ぬ。ダイブして終わりですね。この辺はマジで来たことがないエリアだな。しばらくラオスのローカルエリアをお楽しみください。今度ね、もうちょっとラオスの村っていうのを体験してみたいんですけどね。ギリギリ仕事ができるエリアみたいな、そういうところも行ってみたい。全然この辺は知らない場所です。まあ観光客はあまり来るような場所じゃないですね、ここはね。果たしてこんな北まで来てどんなカフェがあるのか。でもラオスもコロナの時は大変だったでしょうね。ただでさえ所得が低い人がいるのに、コロナで大ダメージを受けて自粛要請みたいなことをされ、今となってはそれを乗り越えてなんか新しい店とかできてるのを見るとちょっと感慨深いですね。乗り越えてこれから発展していくしかないっていうね。ここを右？すげえ道を生かすんだな。俺は無理でしょ。行けるか。ちょっとやばい道入ったけど、ナビ通りに行ってみよう。こんなとこにカフェあるんかな。土の道なんだけど、まだ割と整備されてる。これ雨季になると大変なんですよね。びちゃびちゃになって。こんな電動バイクでは走れない道になるんじゃないかな、ここは。まあこういうのがラオスですよ。これがラオス。まあ Google マップはこういうとこ通すんでね、たまに。あ、のどかでいいっすね。こんなとこあるか？どこだよ。いやー、ナビに騙されたかな、これは。すげえ道だな。目的地は左側って、これは絶対違うやろ。騙された。レストランはあったけど、写真に載ってたカフェとは違うぞ。こういうことがあるんですね。来た道を戻ります。こんなとこにカフェはなかった。結局カフェアマゾンしかなさそうな気がするんですよ。マップ見たら。あ、とりあえずカフェアマゾンでもいいか。マッサージ屋発見。いや、昨日寝てないから、マッサージで仮眠っていうのもいいですよね。あと、シャンプーもしたい。これ多分映像全然ブレてないと思うんですよ。これいいな。アクティビティするときとかこれいいですね。胸のベルト。で、これだいぶ、まあ大学からまだ北に行ったとこなんですけど、この先にカフェアマゾンがあるんですよ。カフェアマゾンありました。スタンドと一緒になってるタイプだ。そう、よく入ってるんですよ。スタンドの中にカフェアマゾン。このタイプね。やっぱちょっとカフェアマゾンじゃ微妙なんで、違う場所行きます。ここから10キロぐらいある場所にですね、なんかおしゃれなカフェがあったんで行ってみます。なかなかここまで行く人はいないでしょう。この先 10km 先にカフェの集合地帯みたいなのがあったんで、どんなところかちょっと気になる。だん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 のどかになってきました。この辺のアパートとか借りたらめちゃくちゃ安いんでしょうね、多分ね。200ドルは切ってきそう。100ドルとかであったらマジでこの辺住んでもいいけどな、今だったら。いかがでしょうか、ビエンチャンの北部。もう家がだん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 なくなってきましたね。この車は一体どこに向かっているのか。でこのまま行くとバンビエンの方角ですよね、北だから。まあ、このバイクじゃちょっと行けないけど、本当にこの先にカフェなんかあるのか。
でですね、だいぶ北の方に行ってちょっとカフェ探したんですけど見当たりませんでした。地図上にはあるけど見つけられなかったんで、もう帰ろうと思って帰り道に一軒カフェを発見しました。まあ、こんなとこなんですけど、作業する用のカフェではないかなっていう感じなんですが、ちょっとだけ粘って南に下りたいと思います。やっぱりドンドーグより北の方にはカフェがないというか、地図の場所に行っても全然違うところに行かされるし、今日はちょっとやめときます。寝てないんであんまり。さあ、ということでカフェでちょっと仕事したんで南に戻ります。今ちょっと仕事が少し納期がですね迫っていまして、17日までにやる仕事が結構多いんですよね。それが終われば今月はちょっとゆっくり行くそう。まあでもスクール作りとかねまだあるんで、ちょっとやることは多いです。結局ちょっと帰り道に寺に寄ってみました。東南アジアといえば寺、まあ、こういうお寺が各所にあります。まあ、こういう風景もラオスならではということで、今2軒目のカフェ来たんですけど、ちょっと寝不足で体力がもう切れかけてきました。今日1日のルーティーン取ろうかと思ったんですけど、ちょっと厳しいかも。まあやれるとこまではやります。今ですね、ちょっとカフェ行ってたんですけど眠気に耐えられず一旦帰ってきて少し仮眠しました。まあでも仮眠ちょっとなんで夜はまだ寝れるレベルだと思います。これからですね、ちょっと部屋の掃除をしていきたいと思います。掃除かけて拭くとこ、テーブルとか拭いて掃除をして、また夜ちょっと仕事を追い込みかけます。で、掃除機をかけるとこの黒い子はまだ大丈夫なんですけど、この奥にいる子がもう冷蔵庫の裏やらいろんなとこに隠れて出てこなくなります。掃除機が怖いみたいですね。男の子はね好奇心旺盛だけど、女の子はもうビビり。ちょっと今から洗濯物回して、回しがてらマッサージ行こうかなと。でマッサージで疲れを解消して、そこから仕事に打ち込もうかなと思います。ここは車庫に電源があるんで電動バイクも充電できるんですよ。そこがめちゃくちゃいいですね。これ車庫がなかったら家の中入れないといけないんで、それは大変なんでね。じゃあ今日も一日、もう少し早いなやっぱり一日が終わるのが。今日夜はねたっぷり寝たい。でラオスにももちろんですがジムはあって、まあ、コンド的なところに簡易的なジムがある場合もあるし、ないアパートだと、まあ、こういうジムに来て運動すれば全然運動不足も解消できますね。まあ、こんな感じでリングもあるわ。ここは結構本格的な感じですね。1日3万5000キープで、まあ、色々器具がある。人もそんなに多くないしいいですね。器具も結構新しいですね。ワンデイ、ワンマンス、ツイマス、ワンイヤー。1日3万5000キープ、1ヶ月53万キープ。まあ、大体4000ちょい。だから、そんなに高くはないし、あのボクシングのあのなんか練習できるようなところもあったから、あれいいっすね。いやー、マジで契約して通おうかな。ああいうジムに行くと結構細身でちょっと意識高い系の女の子がいるんで、まあそういう出会いもあるかもしれない。知らんけど。ジムは別に朝一行ってもいいじゃないですか。朝一行ったり、まあ、人によっては夕方に行ったり、仕事終わりに行ったりとか。この時間は車が多いね。ちょっと気をつけないと。で、まあマッサージ店なんですけど、まあいろいろタイプがあって、若い子が多い店、おばちゃんがメインの店、しっかりしたプチエステぐらいのマッサージ店とか、本当にローカルなマッサージ店があるわけですね。で、僕らは外国人なんで、どうしてもお金を持ってると思われるんですよ。そうした時に、まあ、ローカルなお店に行けば行くほどあそこを触られる率が高くなる。だからそういう気分じゃないのに触られるっていうことがちょいちょいあるから、まあ、そういうことが絶対ない店っていうのを僕は確保してます。そんな毎度毎度ムラムラするわけじゃないんでね。ちゃんとした店っていうのは制服着てますね。シーホームとか観光地のエリアは制服着てても危ういとこもあるけど、まあ私服でやってるとこはちょっと危ないなっていうね。
ちょっと空気が悪いですね。砂ぼこりが、あと排気ガス、トラックの排気ガスがきつい。でちょっとね、今裏道入ったんですけど、気になるところがあって、多分怪しい店じゃなくて本当のカラオケだと思うんだけど、この前たまたま見つけたんですよ。これがカラオケ。ベトナム？ベトナム。カラオケ。カラオケ？サモン。カラオケサモンは三千。三千。あ、ヌンモン？ヌンモン三千。ソンヌンモン。あ、プーサウノーボ。プーサウ。プーサウベトナム。ベトナム？プーサウミ。カコンベトナム。プーサウサモンは三千。三千三千。フォクセン？ソモンソモン。ソモンフォクセン？オッケー。チャクノイム。金ビア？ビアミミミ。ビアビアランサウハン。サウハン。ああ、クローズタイム何時まで？ボミティモン。サウシーショモン。サウシー？サウシーショモン。カウマダイ。今聞いてみたら、カラオケが1時間30万キープ。だから2400円。で、女の子つけるとさらに2400円で4800円。で、ベトナムの女の子らしい、あそこは。こういうカラオケがちょいちょいあるんだと思う、ラオスには。まあ、KTV って書かれてるとこですよね。で、そういうとこでは、まあ、裏で、ゴニョゴニョゴニョがあるんじゃないかなと思われます。今までちょっとカラオケとか行ったことないんですけど、ベトナムで一回あるんですよ。だからあれベトナム式だ。ベトナムで一回カラオケ行ったことあって、そこはなんかキャバクラみたいな感じでしたね。手つないできたりとか。向こうの最終目標はですね、そういうことなんで、まあ50万とか70万取られるんじゃないですかね。あ、だからどうだろう、全部で1万円ぐらいかかるかな。まあカラオケそういう夜目的じゃなくて、ちょっと入ってみるっていうのは面白いかも。まあ今度は行ってみますよ、カラオケはね。今日のマッサージ屋は大学前のここということで、卵はですね4万1000キープ。15個で4万1000キープ。まあ、スーパーなんでちょっと高いんですよね、多分。まあ、320円。15個で320円。で、洗濯物を干しましょう。ちょっとね、もうちょっと余裕ができたら、メイドさんを雇おうかと思って。週2回ぐらい掃除してくれるメイドさんを探そうかと思ってます。もう掃除はね、ちょっと自分でやらずにですね、任せたい。まあ一回10万キープとか20万キープ上げれば喜んでやる人いると思うんですよね。まあ、1、2時間ぐらいで終わると思うんで、掃除機かけてもらって、まあいろいろ拭いてもらって、まああとは床、武器、全部道具はあるんで、ラオスで2時間で1000円でもかなりいいと思うんですよね、時給的には。まあ今日のルーティンはですね、まあまあ、ちょっと特殊パターンでしたね。昨日寝てないっていうのもあって、まあいつも通りかと言われたらそうではない。まあでも、一人でうろちょろすると、やっぱ面白いですね。カラオケは行ってみたいな、一回。仕事が落ち着いたら、そういうとこも見に行こう。カラオケ屋はね、あれは、まあ裏の女の子自体がどうかわからんけど、カラオケ屋自体は合法なんで、風俗で遊ぶような感覚ではないと思うんで。さすがにね、風俗店とかを回っていくような YouTuber にはならないと思うんで。洗濯も任せたいね。週3くらいでメイドさん雇って、洗濯も全部任せるっていうのがいいかな。洗濯回して、その間に掃除機、床拭きしてもらう。めちゃくちゃいいバイトですよ。で、ちょっと今日、ここ掃除したんで、ぐちゃぐちゃになってるから、まずここを片付けて、仕事です、仕事。さあ、仕事はですね、一段落しました。ちょっと可愛い猫の姿をね、眺めながら。今日はね、やっぱきついね。少し仮眠をしたけど、全然やっぱ疲れが取れない。やっぱ睡眠はね、一番大事ですよ。今が9時半なんで、まあ10時半、11時ぐらいには寝たいですね、今日はね。で、朝6時とかに目覚めて、また新たな一日を過ごすと。この猫はですね、別々のとこからもらってきたんですよ。この子は全然知らない、まあラオス人の人から子猫の時に2ヶ月ぐらいかな。1、2ヶ月ぐらいの時にもらってきて、もう一匹の子は、黒白は、横浜さんの方からもらってきた。両方子猫から飼ってるんで、まあ、仲がいい時はいいですね。こんな感じで。一緒に車って寝てる時もあるし、仲が悪くはない。ただまあ、オスが、この子がですね、メスの方にちょっかいかけまくって、メスが怒るっていうことはありますね。それはもうなんか人間と一緒ですね。メスから行くようなことはないですね、あんまり。
で、朝方になるとこの子たちの運動会が始まるんで、もう大変ですよ。もう隔離する、その際は。僕が寝ようとしてる時にこの子らが運動会を始めようとするんですよ、いつも。わざとなのか、よく知らないんですけど、猫の習性なのかわかんないんですけど、まあ、し始めるんで、猫の部屋にね、隣の部屋が全部猫の設備が整ってる部屋なんで、トイレとか餌とか全部あるんで、そっちに2人を追いやってですね、僕は静かに寝ると。マジでこの子ら寝てても普通に飛びかかってきますからね。お腹の上にダイブしてきたりとか。運動会の時はもう本当に理性を失ってるというか、大変ですよ、猫ちゃんもね。もうあるあるかもしれないけど、机の上にまあコーヒーとか置いてるとこの子らがピョンって飛びかかってきてこぼしたりするんで、もう僕は絶対に机の上にはコーヒーとかコップとかは置かないようにしてます。パソコンぶっ壊れたら最悪ですからね。本当猫っていいっすよね。家猫はこんな何もしなくても餌が食えて、寝たい時に寝れて、かまってほしい時に寄っていけばかまってくれて、本当羨ましい。仕事なんかしなくていいですからね、猫は。そんな仕事をしなくちゃいけないなんていう気持ちはみじんもない。この子がメスなんですけど、メスの方が甘えん坊なんですよ。結構もうちょっと甘やかさないとすぐにゃ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 泣いてどこかに遠吠えしてます。オスはなんかさっぱりしてる。甘えたい時は甘えたいけど、まあ 1,2 分でも終わる。それがメスは長い。もう5分10分じゃ満足できねえよぐらいの感じですね。ということでちょっと軽めに飯を食って歯磨いて寝ようかな。最近ハマってるのが、まあ、卵と豚のミンチとあとニンニクと混ぜて食べるっていうのが最近は僕の中のトレンド。昨日韓国料理屋でちょっとフードパンダ頼んだんですけど、まあこれキムチとかが余ってるんでちょっと入れちゃおう。あとは果物も朝のやつが余ってるんで食べましょう。いかがでしたかね、ラオスのルーティンは。僕はまあフリーランスなんで特殊かもしれません。まあ特殊ですよね。普通の駐在さんとかとはまだ違うから、フリーランスの方とかね、参考にしてもらえたらなと思います。僕昔パン屋やってて、パン屋の頃はもう片手で2つ持って卵を割ってました。でめちゃくちゃ大きいこういうザルがあって、まあ、そこの中にガーって割ってくんですよ。で最後にこうこせばですね、殻だけ残るっていうようなやり方でしたね、パン屋は。法律を考えて。これが豚のミンチ。豚肉ブロックで売ってるんですけど、ブロックをその機械があるんですよ。一番にミンチにしてくれる機械があって、ミンチにするのは無料。ミンチをまず解凍しましょう。卵はミキサーでかき混ぜる。これは下のアボカド。もうこっちは完璧ですね、柔らかさ。こっちはちょっと硬いけど、あさってぐらいにいい感じ。まあ今日はこんな感じですね。卵と豚のひき肉、辛味炒めとドラゴンフルーツ、バナナ、キムチ。